でも努力をしてこられたし、これからもその努力を払われるか、そう確信していますし、インドネシアの皆さんが一丸となってこの危機を乗り越えていかれる、そのエネルギーを持っておられると信じます。総理がそう言われた言葉を大変重く受け止めています。これからさらに具体的に日本との間でも、例えば貿易保険、あるいは無償協力、相談をしていくことがあるわけですが、国際社会それぞれの立場でインドネシアとの間で一層論議を深め、それがこの国のプラスになると私は信じています。